ロート製薬公式 YouTuber の根伏いこころです。弟の音です。 JK 語選手権パフ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 、はい、まあ JK 語といえばですよ、タピルとかバイルとかいろいろなものがありますよね。ありますね。でも世の中には私たちが知らないような JK 語がもっとあります。え、何？ JK 語がもっとたくさんあります。はい、今回はその JK 語をクイズ形式で出題して音に答えてもらおうという企画です。 JK 語、はい、ベビタピとか。あー、はい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 。まあ今回音に答えてもらうのには理由があるんです。いや、うん、なんで？今世間に溢れているあの疑惑を検証するためなんだ。うおー、音現役高校生じゃないんじゃないか疑惑え、何それ？溢れています。溢れちゃってる。うん、だっておかしいもん。なんか最近さ、どうでもいいニュースとかでめっちゃ真面目にさ、え、なんか喋ってるしさ。いや、いいじゃん。いや、だからそれはさ、最初ガチガチに緊張して喋れなかったくせによ。姉ちゃんが落ち着いてないから。いやいやいや、な、何言ってんの。いや、ま、いや、ちょ、え、そこは本題じゃないですよ。本題じゃねえのかよ。うん、まあ音が現役高校生だと偽っているみたいなので、白黒はっきりつけるために JK 語クイズに挑戦してもらおうと思っております。っていうか俺日常的にだって触れてるよ。だからそれを確認するために今からやるので。いや、余裕だよこれ。言いましたね。言いました。よし、じゃあやってみましょう。ではね、これからクイズを出すんだけど、はい、形式は3択クイズです。3択。うん。3つの選択肢が出されて、そのうち1つは本物の JK 語。うん。うち2つはお姉ちゃんが考えたオリジナルの言葉です。オリジナルなの？はい、そうなんです。で、その3つの中からね、JK 語を当ててもらう。なるほど。え、姉ちゃんのオリジナルでしょ？そうだよ。そんなわかりやすいんじゃないの？いや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 、まだお姉ちゃん JK、あのピッチピチの JK、記憶あるから。記憶はね。その頃からだいぶ JK 語も変わってるんじゃないの？と思うじゃん。うん、と思うじゃん。思うよ。それでは1問前いくんかい。1番ピロリン、2番ピエン、3番ピポピポ。さて本物の JK 語はどれでしょう？いや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 、いや難しい。いや難しくないでしょ。難しい。これはだって話題になったよ。話題に？話題にもなってたでしょ。いや、テレビとかでもやってたよ。こんなこれはね、ちょっと簡単。これは簡単だよ。2番のピエン。はい、正解です。イエーイ。これはね、序の口ですよ。まあまあまあ、うん、これはね、有名だからね。ということでね、ここで使用例を見てもらいます。え、使用例？なんか今日肌荒れてない？え、わかる？昨日バイト帰ってマジ疲れすぎて化粧したまま寝ちゃったんだよね。もう顔ガビガビピュン。もうそんな時はメイクシュルシュルほぐれ落ち、化粧水配合だからコットンで拭き取るだけでスキンケアまで完了するロートの私思い使わないと。はい、というわけでね、ピエンは悲しい時や感動的な経験をした時に使う言葉でした。宣伝入れてきたね。はい、素晴らしい公式アピール。2問目です。1番レベチ、2番ライチ、3番ミスチ。はい、どれでしょう？2番は…はい、どれでしょう。いや、2番はきっと違う。これいや、わかんないよ。そんな、あの、果物のライチだと思っちゃダメだよ。いや、それ以外だってないでしょう。いや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 、 え、ちょっと待って。あるよ、JK 舐めたらダメだよ。いや、でもライチはないな。もしかして…ミスチってなんだ、ミスチ…チッタック…あと10秒。いや、いいよ、10。もう行こう。あ、もう行く。はい、それでは答えをどうぞ。1番のレベチ。正解。わかるの？ということでね、ここでも使用例をお見せいたします。とにかくさ、乾燥肌の私にとってボディーソープの中でもロートのティアセラはレベチなわけよ。これまで使ってたボディーソープとはレベチなの。セラミドとかさ、詳しいことはわかんないけどレベチなのよ。はいです。はいはいはい、だいたい僕が予想したものと合ってました。まあレベル違いってことですね。はいはい。あー、ミスチ答えてほしかったな。いや、ちょっと迷ったねこれは。あ、じゃあまあ次3問、はい、いきますよ。1番最強オレンジ、2番完璧レッド、3番無敵ピンク。はいです。え、1番が？1番が最強オレンジ。最強オレンジ。2番が完璧レッド。完璧レッド。3番が無敵ピンク。無敵ピンク。はいでござる。もう言わない。はぁ、もう言わない。なるほど。いや、もうこれはね、運ですよね。いや、でも知らないならもう運だよ。いや、これはね、知らないでしょ。知らないでしょ。いや、これはわかるよ。何？これはわかるよ、俺は。本当に？きっと、きっとそうだよ。あ、いや、でもな、迷うな。はい、では行ってみましょう。答えをどうぞ。2番の完璧レッド。あー、ブッブーブッブー。あー、くそー。やったー。え、なんで？あー、こいつ高校生じゃない。いやいやいや、判断早っ。
なんか絶対これだと思ったのにな。違うんだよ、3番の無敵ピンク。あ、そっちか、迷った。ちなみにどういう意味？見本お見せしましょう。え、何それ、なんか心の唇無敵ピンクなんだけど。わかる？いや、天然の潤い成分と3つのビタミンがギュッと詰まったメンソレータムリップベビーフルーツピーチピンク塗ってるからさ、私の唇はしっとり柔らかなプルプル唇になったわけ。はい、です。あ、そういうことか。いや、ピチピチしてるね、すごいね。あ、でもなんか考えてみたかな、完璧レッドなんて多分昔から使われてるもんな。あ、そうなの？そうじゃない、だって。え、でもこれ私が考えた言葉だから知らないよ。いや、でも絶対姉ちゃんもどっかで聞いてるんだよ、それは。いや、聞いてない聞いてない。だからサッカーとかでね、レッドカード出されるから、あ、もうそれ完璧レッドって一発退場みたいな。いや、まあね、この3番の無敵ピンクは、いや、もうない、もう最強に可愛いっていうね、そういうことなんね、意味でね、使われているよねっていう話でした。続いて4問目に行きます。1番咲いた、2番狂った、3番湧いた。はい、サラダどれでしょう。サラダ？え？何が？あ、もういいよ、サラダにする。え、ちょっと待って、1番が咲いた？これもね、2番はないと思うんだよな。いや、わかんないよ。いや、だって普通じゃん、なんか狂い踊るとか、なんか何言ってんの。わかったわかったわかったの、いいの、いいよ、言っていいよ。3番の湧いた。正解。あ、よし。嘘。よし。わかる？これ。もっといいやつ考えればよかった。はい、ではここでお手本をお見せします。お手本。うん。しおれだ。しおれです。いやー、今日のライブは湧いたー。だよね。もう湧き汗半端ないんだけど。マジ？くっさー。ならさ、気になる脇の匂いをしっかり抑えることにこだわった脇がも汗の匂いもずっと匂わない制汗剤、メンソレータムリフレアデオドラントミスト持ってるから貸してあげるよ、です。なるほどなるほど、そうです。まあまあまあ、そうだろうなとは思ったよ。そうです、もう全力でやってます、私もね。もうさっきのね、間違ったところなんかもね、私湧きましたよね、すごいね。あー、くそいや、まあね、テンションが上がったって、そういうことよね。そういうことです。わかるわかる、うん、本当にわかるよ。大丈夫、男子高校生ですから。だって1問間違えてるから、ちょっと疑惑だよ。いや、次間違えたらその制服脱ぎなさい、通わせてよ。では最後5問目。1番肌の治安、2番顔の敏度、3番眉毛の国境。はい、どれでしょう。え、肌の治安、うん、顔の敏度、顔の敏度、3番が眉毛の国境。眉毛の国境？はい。眉毛に国境なんてねえよ。あるよ。え？いや、わからない。肌の治安、まあ肌の治安、言いそう。顔の敏度もあるよね。肌の治安ちょっと悪いわみたいな。いや、まあそれも言うかもしれないけどさ。俺このクイズの攻略法ちょっと分かってきた。何？これはあれだろ、姉ちゃんの宣伝になるわけだから。やべえやべえ、そっから逆算して考えちゃえばいいんだよ。いや、頭いい俺。ちょっとこういうこと言ってますけど、高校生これでいいんですか？ということで1番肌の治安。正解です。ふうわー、湧きたかった。いや、甘いね。ピエンピエンピエン。ということでね、しおれをお見せしようと思います。お願いします。はい、彼氏と別れたストレスと部屋の乾燥がやばくて、最近肌の治安悪すぎるんだけど。いや、マジ肌の治安大阪じゃん。ちゃんと3つのヒアルロン酸を黄金比で配合し、ロート独自のもちもち処方が特徴の12年間連続肌支持率ナンバーワン肌ラボ極上、使わないと。はい、です。ですよね。はい、です。いや、あ、そうですよね。そういうことですよね。ピエンピエン、みんなピエン。使えばいいってもんじゃないからね。はい、というわけで結果は、5問中1問あ、違う、間違えた、5問中4問正解でした。イエーイ。いや、1問間違えてますからね、皆さん。これどうなんですか。いやいやいや、疑惑まだ残りますよね。残んないでしょ、 JK だからみんな使ってるわけじゃないからね。いやいやいや、そっか。あ、いや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 、納得しちゃったよ。そう、あ、そっか、あんまり関わりないの。いや、でもね、これは関わりないの。あ、あるし。まあ、わからない、疑惑はまだ皆さんの残んないよ、心の中に残っているど。どこの界隈だよ。はい、というわけでね、私も調べるまでちょっとわからなかった JK 語とかもね、あるし、ちょっと選択肢を練り直してまた次回やれるように勉強してきますので、
引っ張ってこい。それじゃあ今日はこの辺でドローします。さよなら。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。